どうも、うるまです。はい、本日の動画ですね、ついに販売開始になるこちら、はい、ユニクロ U2024 コレクションなんですけれども、もうすでにね、いろんな情報だったりとか、事前のですね、展示会の動画だったりとか、いろいろ出てるじゃないですか、YouTube にも。まあ、そういう動画を見てですね、何を買おうかなとか、どんなものが気になるかなっていうのを、まあ、皆さんもですね、今の時点でものすごく悩んでると思うんですよね。なので、今回の動画は、いろんな事前情報だったりとか、まあ、展示会の動画とかですね、そういうのを自分の方でもしっかりチェックさせていただきまして、ファッションのプロの目線でですね、今回のユニクロ事前情報をもとに何がマストバイなのかところをまとめていこうと思いまして、まあ、題してですね、ユニクロ U マストバイ参戦カッコ仮というのをやっていこうと思います。はい、というわけですね、私はですね、なぜかわからんですけれども、まあ、GU の展示会は行ってますと。で、ね、誰も店頭で撮影してない中で、ザラさんからの店頭撮影許可もいただいたりとか、あと H&M さんからも、まあ、プレスルーム撮影ができたりとか、まあ、いろんな撮影をさせてもらってるんですけど、なぜかユニクロだけはいけないというですね、謎の現象に陥っておりまして、なんならうちの会社のスタッフ、もともとユニクロのスタッフがいるんですよ。で、そのユニクロのスタッフに関しては、ユニクロの展示会に行ってますからね。なんでみたいな。なので逆に、自分自身がガチレビューできるですね、立場でもありますので、今回はですね、いろんな事前情報を元にもうこれは本当にいいんじゃないかとか、これは早めにチェックした方がいいんじゃないかとか、アイテムを今回3つまとめておりますので、早速ですね、そちらでも発表していこうと思います。それこそいろんなファッションサイトだったりとか、あとは展示会の動画だったりとか、事前の動画ですね、もういろいろ細かく見させていただいて、あとは質感とかそういったものも動画で伝わる範囲内でしっかりキャッチしてまいりましたので、早速マストバイ参戦カッコ仮の方ですね、1つ目のアイテムから発表していこうと思います。ではですね、今回参戦というところではあるんですけども、ランキング形式で発表していこうかなと思いまして、おすすめ順ですね、3位に1位の順で発表していこうと思います。ではそれでは、まず今回マストバイ3位カッコ仮なんですけれども、1つ目のアイテムがユーティリティオーバーサイズシャツになります。お値段の方が税込みで4,990円となっておりまして、色展開はこちら、はい、3色展開となっております。色展開がですね、カラーがブラウン、ちょっとピンクがかった色ではあるんですけども、ブラウンと、あとはライトブルー、まあ、画像上ではね、かなり薄いブルーになるみたいですね。あとはもう一度ブルーっていうカラー表記になるんですけども、まあ、色的にはですね、ブルーって表記に結構惑わされがちなんですけど、結構チャコールかな、なんかそんな感じの色味になるんじゃないかなと思います。これがですね、結構事前の動画とかそういった動きのある動画を見てみても分かる通り、結構質感が結構軽やかな印象の素材で、使ってる糸が細番手の糸を使用した滑らかな風合いのコットン素材となっていて、で素材自体がですね、コットン 100% なんですよ。まあ、アイテムのイメージ的にはもういわゆるフィッシングシャツですね。まあ、ね、参考で言うとこんな感じ、はい、コロンビアだったりとかそういったブランドから定期的にリリースされているこのフィッシングシャツアイテムがあるんですけど、軽やかな風合いの素材に対してこのポケット使いとかそういったものがされてるアイテムとも言うんですけど、で今回のユーティリティオーバーサイズシャツに関しても結構そこがね、しっかりデザインとして落とし込まれてるなっていう印象だったんですよ。で結構着用写真を見てもらったらより分かりやすいんですけど、後ろ、はい、こんな感じでベンチレーションがついてるアイテムでして、まあ、容器付きといいますか、まあ、そういったところで、まあ、通気性の機能性だったりとか、あと背面から見ても動きがあるアイテムなので、まあ、アイテム的にはシャツっていうカテゴリーのアイテムになるんですけども、まあ、ちょっとした軽アウターというか、ジャケット使いとして着れるアイテムなんじゃないかと思って、結構自分的なんでおすすめに上げさせていただいております。まあ、ちょっとしたジャケットとして着れるアイテムが4,990円というところもいいですし、まあ、本来こういうアイテムってナイロン素材とかポリエステル素材とかそういったもので使われていることが多くて、結構アウトドアチックでスポーティーなねルックスのことが多いんですけど、そこをコットンで表現したことで絶妙なバランス感に仕上がってるんじゃないかなと思って、今回ですねこちらサイに上げさせていただきました。サイズ感的にもかなりオーバーサイズになっていて、中にですね、まあ、スウェットとかニットとかそういったものを着込みながら着ることも可能なアイテムだと思いますし、ただですね、こちらのアイテム注意点もあるなと思いまして、まあ、アイテムの名の通りかなりオーバーサイズになるんですよ。なので通販で買う予定の方はサイズ表をちょっと一回見てもらった方が良くて、もうサイズ M の段階で着丈が80あるんですよね。例えば一番大きい XXL だと84あったりするので、ほんとかなり注意が必要なんですよ。もう L で80じゃないですか。これね、ブランドによっては 2XL とかそんぐらいの着丈の設定だったりもするので、しかも今回身幅も広いというところでかなり大きいサイズ感になるから、なんかユニクロ U とかユニクロのアイテムってなんかワンサイズ上げとこうかなとか、そういった着方の方も多いと思うので、結構これね、結構落とし穴で、やっぱアイテムは適正サイズで着るのがかっこいいアイテムと、まあ、そうじゃないアイテムってあるんですけど、まあ、このアイテムに関しては比較的適正サイズで着た方がかっこいいんじゃないかなと思ったりもするので、もともとオーバーサイズなんでね、なのでそういったポイントを注意しながらお選びいただいたらいいんじゃないかなと思います。でこれがですね、まあ、おすすめではあるんですけど、まあ、1位にならなかった理由としてはですね、まあ、アイテムとして相当癖があるんですよね。まあ、やっぱりもともとは結構ポケット使いが多いフィッシングシャツなデザインですし、これを切れ目切
るので相当難しいアニメだと思うので、まあ、どんなファッションスタイルの方でもおすすめかって言われたらそういったところではないので、結構刺さる刺さらない方はね、結構ね、分かれるんじゃないかと思っております。まあ、あとは結構これね、ロールアップでも着れる仕様で、で、こんなね、袖をまくって、多分中に留め具がついてるんですよ。で、この袖のここにね、ボタンがついてるんですよね。で、これロールアップして、ここでね、引っ掛けるように留めるパーツがついてるんですけど、あれがですね、長袖で着てる状態の時はあんまりかっこいいものではないので、そこもちょっとね、気になるとこかもしれないですね。ちなみにロールアップするとこんな感じ。はい。まあ、なんかゴム袖とかそういう感じで着れるんですけどね。僕個人的にはこのロールアップラストのボタンがあんま好きじゃなくて、結構やぼったく見えちゃうんでね。ただ、もう極力ね、一番小さいボタンとかそういったものに表現されてるので、最小限目立たないには作られてるってところがあるので、まあ、気遣いも感じられて嬉しいところではありました。はい。というところでこちら3位ですね。これユーティリティオーバーサイズシャツでございました。はい。じゃあ続いてですね、ユニクロ U2024 春夏コレクションですね。マストバイ、過去仮ですね。第2位の発表なんですけれども、アイテム名が、ユーティリティフーデッドジャケットになります。お値段がですね、税込みに8,990円となっておりまして、色展開がこちら。はい。カラーとしてはですね、こちらのブラック、あとはこちらのベージュ、あとはこちらのライトグレーの3色ですね。まあ、このアイテムは、着用動画だったりとか、事前のレビューの動画見てもらっても、わかる通り、かなり形がかっこいいなって思って、かつですね、着用画像で言うと、結構前をね、開けてる写真が多かったりするんですけど、けどこれね、前を閉めていただくと、かなり立体フード。フードも大きいし、首元も高くて、かなりですね、首丸がかっこいいアイテムだなと思ったんですよ。まあ、かつですね、この手の結構ポケット使いだったりとか、ディティールが多いアイテムって、まあ、生地感が軽すぎると、いきなり安っぽくなっちゃったりとか、そういったこともあるんですけども、割とね、薄手な生地感かなと思いつつ、しっかりですね、張り感も感じられるような素材だったりもしたので、なので、ね、着用画像を見てみても、なんかペタッとした印象ないというか、来た時にですね、ちょっと立体感を保たれてた状態ですし、で、形自体は身幅もしっかり広めで、裾にドローコードが確かついてるのかな。なので、裾を絞りながら着ていただくとですね、最近のテックファッションにハマるというか、まあ、シルエット的にもですね、ワイドパンツを履いて、着丈ギュンギュンに短めに着るみたいな、そういうトレンドの着方もできるのと、プラス、あとは着丈の長いアイテムとのレイヤードアイテムとか、そういった着方もできるので、ものすごくですね、単純に着た時の形がかっこよかったというところで、まあね、これが約9000円で買えるところがあれば、まずおすすめアイテムなんじゃないかなと思いますね。まあ、こういった素材のアイテムって、結構ファッション市場の中だと、ナイロン素材とかそういったものを使えることが多くて、結構アウトドアブランドとかスポーツブランドが出るものが多いですけど、やっぱこれコットンナイロンで作られてるんですよ、これが。やっぱこれコットンが混じることで、絶妙な色合いが発揮されてて、これナイロン100で出る色味と、やっぱコットンナイロンで出る色味って全然違ったりするので、やっぱユニクロ U のいいところって、もう絶妙な中間色だったりとか、柔らかい風合い、そういったところが、このコットンナイロンだからこそ出るんじゃないかなと思ってて、例えばブラックとかこういったものに関しては、もちろんね、ナイロン100とかポリエステル100の方が色味深く入るんですよね。なんでコットンナイロンなので、この黒はね、若干色浅い印象にはなるんですけど、ただ重くなりすぎないブラックってところを見るとですね、まあ探してる方も多いからなのかなと思ったので、こちらおすすめに挙げさせていただきました。やっぱ他のブランドでは絶妙に買えない風合いとデザイン、しかもトレンド的にも取り入れられる形が、もうコストパフォーマンス高く買えるんであれば、すごい価値観高いアイテムだと思うんですよね。で、色味的にはですね、やっぱブラックが一番おすすめではあるんですけど、こちら、はい、ベージュのカラーもですね、結構いい配色だったりもしたし、このコットンナイロンの風合いが、すごくよく出てる色なんじゃないかなと思います。これライトグレーに関してはですね、結構ユニクロ U あるあるなんですけど、ナチュラルとかライトグレーとか、ほんと実物見た時に、あれ意外とちょっと違うな、みたいな、かゆいところに手が届かない色味になってたりもするのはするので、これはちょっと正直実物見ないとわかんないんですけど、まあ、動画の時点でかなりニアなものを買えるんであれば、ブラックとベージュかなと思います。でね、これまた一個注意が必要だなと思ったのはポケットなんですよ。結構ね、ポケットは上の位置についてるんですよね。で、これサイドポケットがついてないので、これ着た時にポケットをね、ここに入れようとするとないから、基本的にね、ここに入れることになるんで、ちょっとね、着た時のバランスとかそういったものは、ちょっと注意が必要かもしれないですね。若干違和感があるぐらいと言いますか。ただこれはデザインにはなりますしね。まあ、着丈も短いし、ポケットも若干上についてるところで、もしね、通販で買う方がいらっしゃった場合は、あれなんかちょっと場所のイメージ違ったな、みたいな、思う方もいると思うので、まあ、そこは注意が必要かもしれないですね。もう着る時にこんな感じ。ここにね、手を入れるような雰囲気で、まあ、着るのが想像できるんであれば問題ないかなと思いますね。まあ、自分もね、こういうところに手を突っ込むマウンテンパーカーとかジャケット持ってるんですけど、気持ちいつも高いなと思いながら手をぶっ込んでますね。はい、というわけで、2つ目のアイテムですね。マストバイランキング、過去仮2位のアイテムなんですけれども、ユーティリティフーデッドジャケットでございました。いや、このアイテムいいよね。多分ね、実物見ても、多分このカラーなかなか変わんないんじゃないかと思うぐらい、固くおすすめできるアイテムでした。はい、というわけで、次は、ハイアル1位なわけなんですけれども、もうユニクロ U 事前レビューですね、マストバイランキング、過去仮1位のアイテムなんですけれども、アイテムが、タックワイドパンツでございます。いや、これがね、本当にいろんな動画だったりとか、こうファッション媒体とかいろいろ見た結果ですね、これ、めちゃめちゃおすすめなんじゃないかなと思って、俺自身も、もう実物見るのが一番楽しみなアイテムでありまして、まず価格ですね、お値段の方が税込みで4,990円でございまして、色展開がこちら。はい。
2色展開になっていて、こちらのベージュと、あとこちらのネイビーの2色展開でございます。これ、ブラックのあたりがですね、憎いよね。自分的には欲しかったんですけど、ブラックも。ネイビーとベージュっていうのも、まあ、そこはまたかっこいいなって思いましたけどね。しかもこの2色ともね、色がまずいいんですよ。このベージュに関しても明るすぎず、濃すぎずな感じで、まあ、通年着れるアイテムだと思うんですよね。ベージュがちょっと明るかったりすると、ちょっと秋冬でも着づらいなと思うのもあるし、このベージュだってもうちょっとキャメルに近い濃い色だったりすると、春に着ると重かったりとか、そういったのがあるんですけど、この色に絶妙だと思いましたね。ここさすがユニクロ U だなって思いました。で、続いてネイビーなんですけど、このネイビーに関しても、このね、画像見てみると分かる通り、こちら。はい。トップスが結構ね、青みの強いネイビーを着いて、ボトムは結構濃いめのネイビーになってるので、このね、トップスみたいな青みの強いネイビーとかだと、結構ね、着づらかったりして、割とね、可愛らしく映りがちなんですよね。特にパンツになるとバランス取りづらいってところがあるんですけど、こんぐらい濃いネイビーであれば、もちろんブラックとは用途は若干変わってくるんですけど、ブラックのパンツに近いぐらいの合わせやすさっていうのは結構できたりもするので、ネイビーのパンツ自分自身も結構好きで持ってるんですけど、色味がちょっと強すぎると、実は合わせづらかったりとか、そういったところを敬遠しがちな部分もあるの分かってて、この色味のネイビーは合わせやすいです。うん。特になんか同色のネイビーで合わせたりとか、上にトップスのサックスのブルーとかね、スワイプタスク持ってくると、ものすごくコーディネートが切れ目にね、まとまったりもするので、すごくいいカラーだなと思いましたし、なんといっても、こちらね、シルエットと素材感、ここが本当に抜群いいなと思ってて、まずこのタックワイドパンツですね、これユニクロのインラインでもめちゃめちゃ人気のタックワイドシリーズの、多分ユニクロ U 版というところで、まずしっかりワイド。あのね、ユニクロってちょっと前まではワイドパンツってアイテムで結構出てたんですけど、あのね、ワイドじゃないんですよ、これが。昔のユニクロあるあるで、ワイドシルエットがワイドじゃない、ビッグシルエットがビッグじゃないみたいなところがあるんですけど、こちらのアイテムに関しては本当にボリューム感があるパンツで、いろんな方のね着用動画見たんですけど、またこれがね太いんですけど、なんかまた上品に履けるっていうことで絶妙なバランスになっていて、裾もですねテーパードしてるわけじゃなくてストレートでポンとしっかり落ちるシルエットなので、ワイドパンツの立体感をより楽しめるというか、ボリューム感を楽しめるような形になっているのも特徴ですね。で、商品説明文にもあるんですけど、落ち感のある素材で程よくカジュアルな仕上がりとなっていて、ここが結構肝でして、風合い的にはチノパンみたいなアイテムなんですよ。でね、商品説明文にあるとこ面白いんですけど、柔らかな風合いで程よい落ち感のあるコットンレインを使用したツイル素材。ツイル素材でコットン 100% とかだと結構ね、肉厚でガシッとした風合いになるんですけど、そこにレインを混ぜることで柔らかさを表現すると。けど、素材的にはコットン 80%、レインを 20% ところでミックス素材になってて、20% のレインが入るとですね、割としっかり柔らかさも出るし、コットンの風合いも表現できるアイテムになるので、ここは絶妙な生地感になってるんじゃないかなって思いましたね。で、フロントには2タックの入ったボリュームのあるストレートのワイドシルエットというところと、プラス、これね、コットン素材なんですけど、表面ですね、なんか事前レビューを見てみると、若干洗い加工がかかったようなというか、結構風合いを感じるようなアイテムだったりするので、しっかり光沢のあるチノ素材というか、そんなチノパンというよりかは、結構マットな風合いのチノ素材だったりもするので、ほんとね、スラックスとチノパンのちょうど間ぐらいだったりもするから、チノパンとか普段探してるけど、カジュアルになりすぎると怖いなっていう方もいらっしゃいますし、今までカジュアルな格好した方も、ちょっと切れ目にしたいなっていう方に関しても、いきなりスラックスとかスーツチノパンツを履かなんて方にすごくハマるようなアイテムになっていると思いますので、革靴でもスニーカーでもいろんなアイテム合わせることができると思うので、これはね一本持っといても絶対いいと思ったアイテムですね。いや本当ね、ジャストサイズで履いてもいいし、ちょっとねオーバーサイズで履いてブカッと履いてもいいし、これは迷いますね。これね、唯一注意点が必要だなって思ったところで言うと、あの素材のところでレイヨン入ってるんですよ。でレイヨン入ってると風合いとかは上がるんですけど、これね洗濯機可能って書いてあるんですよね。ドライクリーニング可能ってなってるんですけど、ただレイヨンが入ることで物によっては結構シワがつきやすいとか、そういったものにねなってしまいがちもするので、このアイテムが、まあ、実際シワがつきやすいのかとか、実際シルエットはいいけど一回履いたらまた毎回毎回アイロンかけなきゃいけないじゃんとか、そうなる可能性もゼロではないので、ここは実物を見て自分の方でも判断しようかなと思っております。ただめちゃめちゃおすすめ、このアイテムは。まあ、特にね、ネイビーもいいんだけど、俺はベージュかな。ベージュのパンツね、探すんですけど、意外といい色味のものが見つからないのと、まあ、一歩間違えるとね、本当にやぼったくね、なっちゃったりするんでね。で、レギュラー使いできるベージュが一本クローゼットに入るとですね、本当に着用しの幅がガッと広がるので、ぜひこちらのアイテムですね、実物皆さんもチェックしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでさ、ユニクロ販売直前スペシャルというところで、もういろんなファッション媒体だったりとか、あとは展示会動画とか、いろんな動画をですね、ファッションのプロの目線から見させていただいて、これはマストバイドロっていうアイテム3つ、仮ではあるんですけども、こちら選べさせていただきました。やっぱさ、年々販売前の情報とかって、やっぱ多くなるじゃないですか。だから、人によってはですね、情報が多すぎて、
何を見たらいいか分からないとか、その情報を逆にまとめてくれる人がいたらいいのになって自分自身が思ったりもしたので、今回はですねそんなコンセプトを元におすすめのですね挙げさせていただきました。まあ一番はですね、実物を見て自分の目線でですね実物を交えながらレビューさせていただくのが一番だと思いますので、今回もですね販売日だったりとか販売日翌日に、まあ、全方見させていただいて、これはマストバイだろうとか、これは今回買わなくてもいいんじゃないかってアイテムだったりとか、あとはランキング形式とかですね、まあいろいろですねユニクロが販売されたから動画の方をいっぱい出していこうと思いますので、よろしければですねチャンネル登録いただいてそちらも楽しみにしてもらえたら嬉しいです。はい、というわけで本日の動画も以上となります。本日の動画はですね、参考になったとか面白いと思っていただけましたら動画の高評価とチャンネルの方お願いいたします。あとはですね概要欄の方に自分のインスタグラムと TikTok のアカウントも貼っておりまして、日々ファッションのニュースだったりとか日々の着こなしとかそちらに載せているのでそちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。